ピーター・トニング・ペーテル・トニンクは、デンマークの植物学者、役人である、コッペンハーゲンの医師の息子に生まれた。医学を学んだ後、1799年から1803年まで、デンマーク政府によって行われた、デンマーク領ゴールドコーストの農業調査団に、加わった。3年間、染料などの有用植物の栽培実験を行い、帰国後も、植民地における、 コーヒーの栽培など栽培植物についての諮問を行ったがそれらの計画は費用の点で実現しなかった。トニンクはアフリカで集めた標本の研究を始めるがナポレオン戦争に伴う1807年のイギリスによるコッペンハーゲン攻撃で標本は失われた。コッペンハーゲン大学植物園の園長マルチンファールに送ってあった標本をファールの後継者 シューマッハと共に研究記載した。デンマーク王立自然史博物館の理事などを務めた。土鳥持ち家の植物の俗名、トニングアは、トニンクにちなんで命名された。トンは、植物の学名で命名者を示す場合に、ペーテルトニンクを示すのに使われる。ありがとうございます。